向川女子大学生活環境学部生活環境学科4年の具志堅美希です。江南高校出身です。自分のお家の近くにモノレールが開通して、その時に建築に興味を持ったんですけど、建築だけでなくて洋服と街づくりとか照明とかいろんな分野から建築を学びたいというふうに思ってこの大学に決めました。県外から見た沖縄についてもやっぱり知りたいなっていうふうに思って県外に進学しました。小学校の時に東京に行ったのがきっかけなんですけど、沖縄にはないものとかできることがすごい多かったので、その時からもずっと県外に憧れを持ってました。最初はやっぱり反対されてたので、それを説得するためにどうして県外に行きたいのとか、県外に行ったらこういうことができるようになると思うとか、この学部でこういうことが学べるからこの大学に行きたい、でこの大学が県外にあるから私はどうしても県外に行きたいっていうことをこう何回も話して、で経済的にはこうするからあんまり迷惑かけないようにするとか、こう解決策とかをすごい親と話しました。1ヶ月ぐらいはもう結構ずっと話してました。課題の大変さをすごい感じます。こう自分の中で大学生は何も考えずに遊べると結構思ってたんですけどやっぱり課題とかがすごい大変だなって思います。あと高校生の時とか女子大行くっていうとみんな結構人間関係怖いんじゃないとか結構言われてたんですけど、実際本当にもうそんなことなくて、むしろ女子だけだから過ごしやすいっていう部分もすごい大きいです。本当にすごい生活しやすくて、大阪にも神戸とかにも行きやすいし、生活に困ることはもう本当にないです。課題もあってバイトもして掃除も洗濯もするっていうのがすごい自分の中では大変だったんですけど、慣れると結構大丈夫だと思います。人間としても本当にすごく成長したと思います。やっぱり沖縄では感じることができないものがすごい多くて、例えばこの四季を感じるとか桜とかもう全然沖縄とは違うので、新しいことが常に発見できるっていう部分で県外に出てよかったなって思います。桜とか紅葉もすごい素敵ですけど、自分は金木犀がすごい好きになりました。なんか歩いてるだけでドラマの世界に入ったみたいな匂いが街の中からするっていうのが最初はえみたいな不思議だなって思って、今ちょうどもう韓国に来てるので、その間にこう本当にいろんな場所に行って、こういろんな建築とかいろんな空間を見て、それをこうスケッチとかで記録として残せたらいいかなって思ってます。まずは東京でイノベーションの会社に就職していろいろ経験を積んでから沖縄に戻って沖縄で活躍できるインテリアコーディネーターになりたいと思ってます。こうドラマとか見てて建築の内装が自分の中ですごい好みだったので、どうしてもそれを実際目にしたくて留学を決めました。9ヶ月留学します。基本的には大学付属の語学学校に通って、その合間を見つけてこういろいろ韓国の建築見に行ったりとかする予定です。やっぱり文化の違いを直に感じることができたのが本当に良かったかなって思います。日本だとおしゃれなカフェに行くってなると10代20代30代の女性が結構メインなんですけど、韓国だとおじいさんおばさんおじいちゃんおばあちゃんも結構来てたり、勉強してる人もすごい多いので、それを見てやっぱり日本と違うなっていう風にすごい感じました。トイレ事情なんですけど、韓国ではトイレットペーパー流せなかったりするところが多いので、やっぱりそこが自分の中ではすごい大変です。中心地でも流せないところが結構ほとんどで、そもそもトイレがないっ
ていうところも多いですし、トイレがあったとしても暗証番号を入力しないと使えないところも多いです、うん、食事は全然大丈夫です、うん、でも結構辛いのが苦手で見た目全然辛くない感じだからと思って食べたら、うん、すっごい辛い食べ物の韓国はすごく多いです。取ったりするとすごい留学来てよかったなって。お母さん、いつも何かあった時にすぐ電話して相談に乗ってくれてありがとう。本当にいつも毎日毎日感謝してます。お父さんは、うん、あんまり電話とかもしないけど、最終的にはいつもすごい応援してくれてありがとう。これからもいろいろ迷惑かけると思いますが、お願いします。最初は一人で県外に行くっていうことはすごく不安だと思うんですけど、県外に行くことで学べることもたくさんあるので、寂しくなったりしたら、もうすぐ親とか友達に電話して、楽しく過ごしてほしいと思います。学校を選ぶときは、県内だけで見るんではなくて、県外とか海外の自分のやりたいことがある学部をしっかりと探すことが大切だと思います。経済的に不安っていう部分も大きいとは思うんですけど、ちゃんといろいろ調べたら応援してくれるようなところはたくさんあるので、経済的な理由で諦めるんではなくて、自分がやりたいことをできるようにいろいろ頑張ってほしいと思います。向川女子大学はクラス担任制で、クラスのみんなとすごい仲良くなれるし、勉強頑張りたいと思ったらそれを支援してくれる方がたくさんいる、とてもいい大学なので、ぜひ向川女子大学に来てください。戦争です。